さあ結構降りてきました。ここもね海なんですけど、こっからトンネルを抜けると海なんですね。はい、おー、なんかちょっと怖い感じしますけど、行ってみましょうか。行きますか。へえ、トンネル、じゃあ車では直接行けないんですね。今は、昔は行けたんです。へえ、いやでも風もないんで良かった、撮影しやすい。じゃあそういうわけで皆さんの海を見せると海を見ければ海です。おバーベキュー禁止って書いてある。昔みんなここにバーベキューしに来てたのに。あ、もう禁止になったんですね、ゴミの問題とかで。ああ、そうかもしれないですね。トンネル、おお、なんかこんなトンネル来るの初めてかもな。あ、そうですか。そうですね、こんな感じのトンネルに来たことないです。シャリ欲しくなりますね。ああ、あると楽ですね。お、もう出口が見えてます。さあ、出口に来たぞ。おー、海、あ、本当だ、やっぱ急に開けましたね。あ、流木だ。今日流木をゲットしようかなと思ってるんですよ。おー、砂浜もあって、多分この時期みんな釣りしてんじゃん。あ、そっか、まだビーチバレーとか、まだね、海に入る日は全然ですもんね。でもなんか涼、まあ、ちょっと寒いか。いいっすよ。入って大丈夫ですか。いいっすよ。あの、そのつもりでちょっと海パン入ってきたんですよ。マジで、マジで。じゃあぜひ海に入ってもらいたいって。結構昨日生配信では言われたんですよね。海行きましたっつったら、入りましたかみたいな。いや、入るかっつって。パンパンで来ないとしか。そうっすよね。おー、砂浜があって海だ。そう、僕今日長ズボンで来ちゃったんですよ。おー。おー。わりかし綺麗に来たのか、いや、綺麗ですよね。いやー、お帽子だ。おー、砂浜ですね。なんか歩く感触が柔らかい。いや、ほんと海なんてね、何年ぶりかですね。なければね、俺らもあっても別にそんな来るわけじゃないですけど。あ、もうこれとか流木ですよね。まあ流木です。こんな感じでかっこいいやつを選ぶんですよね、みんな。まあ欲しい人はね、やっぱ持ってきたり、実際プロで売ってる人がいたり、いますよね、フリマとかにもいますもん。そういった部分って結構大きいな。あ、そうなんですね。今、釣り人もいます。あれは捨ててあるんじゃないよな。ヘルメットというか。釣りに夢中で多分離れてる。徐々に。ああ、でもそれ。これ死んでるな。ああ、うえー、いいな、いいけど。でかすぎて。流木を。めっちゃ足取られますね。こんなの。おー、流木。ほんと、あー、こういうの売ってると高いですもんね。あー、やっぱそうですか。うん、フリマとかでも何千円とかで。穴が少ないやつとか。あー、おー、ザ・海です。ジ・海です。わー、すげー、かっこいいな、海、やっぱ。いやー、なかなか見ない海。海綺麗じゃないですか、結構。今日綺麗ですね、昨日晴れてたし、ね、雨が降った後の日はほら濁るんですよ。雨降ってる最中は綺麗なんです。耳だ、お、綺麗綺麗、綺麗、かなり綺麗ですよ。ほら、おーい、まず八代の人たちはまあここに泳ぎ、やっぱ来る、来ますよね。来る感じですね。かなり透明度高いですね。そんな言うほどじゃないですけどね。あ、そうなんですか。いや、もうもっと汚いイメージだったんで。でも、あの、川の水も入り込んでる。あ、そっか。川が綺麗だと海が
いい感じ。ちょっと海の水のしょっぱさを。耳につけてました。あれあんましょっぱくないですか。まあ、海水入ってる。あ、普通の水が入ってる。クラゲも流れついてる。え、もういるんですか。います全然います、逆に今からちょっと減るんじゃないですか。クラゲって大量発生する割には水族館に運ぶときすぐ死ぬんですよ。あ、弱いらしいですよね。俺はもうこうやって流れついたやつツンツンしてから、はい、殺してる。え、でもなんかしびれたりするんじゃないですか。いや、あの棒で。あ、そっかそっか。変わったりとか。クラゲ気をつけましょう皆さん。よかった、海なし県の人海に連れてこれた。感動です。あとは突っ込んでもらってもいい。突っ込みますか。もうこれやるしかないですねとか言って。いやいや、あと何箇所か行くんで。あ、そうっす。あと1箇所ぐらいちょっと海が行きますから、そっちで突っ込んでください。はい、了解です。